お疲れ様、スラットです。今日はですね、こちらなんと世界2位に到達しました。パチ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 、合成じゃないです。はい、嘘じゃないです、信じてください。日本2位かつ世界2位ですね。はい、これも2位ですからね、嘘じゃないですよ、合成じゃないですからね。編集めんどくさいんでそんなことしませんよ。というわけでですね、世界2位に到達したデッキを紹介しようと思います。こちらですね、はい、枯渇デッキです。枯渇ちゃんですね、はい。で、高回転の枯渇で呪文が、ね、入ってない、そしてオールブレイカーも入ってる。で、タワーはなんとダガーガールという、まあ、ちょっと特殊な枯渇デッキではあるんですけど、まあ、最近流行ってるなんかもうもじゃもじゃですね、もう1枚タイムに攻めまくりますよっていう枯渇ね、使いました。で、結構ね、いい試合がたくさんあったので、まあ、リプ紹介していこうかなと思います。まあ、生配信、で、世界に到達したので、なんかまあ、アーカイブ直近の多分見てもらえれば残ってると思うんで、はい。まあ、気になった方は、まあ、その時のリアクションとか、はい。ぜひちょっとアーカイブで見てほしいんですが、まあ、ちょっと今日ね、丁寧に。世界2位なんで、世界2位のものなんでね、ちょっと、まあ、枯渇ね、結構人気なデッキだとも思うので、はい。なんか適当に喋れたなと思うんですけど、まあ、なんかこのデッキはなんかよくあるテスラ入りの枯渇とかインフェ入りの枯渇とかと違ってめっちゃ攻めますっていうのが大前提です。まあ、これはもう全部一応トルネとかもケアしながらのって感じですよね。その1倍タイムに本当に相手のタワーを2本折る、まあ、2本折れなくても残り1000と1500とか1000と2000まで削るっていうのがこのデッキの、まあ、使う上での第一条件というかもう重要ですね。なのでめちゃんこ攻めます。で、攻めて流れてくるユニットをやっぱダガーガールでね、軽く回収できるので本当に、まあ、ダガーの良さをねそこを生かしていかなきゃいけないですね。一倍でもめちゃんこ攻めますね。で、ここ多分ね逆サイいかないかな、あ、いきますね。もう攻めしか考えてないのでなんか逆に使いやすいと思います。なんか枯渇デッキではあるんですけど、なんか今まであんま高回転とかも使ったことなかったなーって方とか、俺普段からこう使ってたぜって方とか、まあ、絶対俺より枯渇うまい方って無限にいると思うんですよ。うん。なんで、ぜひちょっと使ってみてほしいです。で、これたまたま進化バルキリーがいて、たまたま、まあ、これもね、把握してたことにしといてください。相手のゴーレムを進化バルキリーで吸って抑えようっていうのも思ってました。はい。で、まあ、守っていきますよと。で、まあ、左の3400を削りたいんですけど、まあ、左ばっか攻めててもね、ユニット溜まってカウンター来ちゃうんで、まあ、こんな感じで一応、キングにもちょっかいをかけていきます。はい。で、これもゴーレムね、はい、かぶる読みです。そこまでも把握してます。ね、これはガチ。でも進化ボンでまあ守られるよねみたいなさ、これもね守るのがまあ難しいわけですよね。まあ、なんで、まあ、1538を守ろうとは思ってないですね。そのままキングにご利用されるのをまあケアしようっていうふうには考えてますかね。なのでまあ一応ね後ろの方にユニット出して、でもこれ守れないんで削るのを優先してね、相手は真ん中のねユニットを警戒してましたね。まあ、キングさえおられなければダメージリードは取ってるので、まあ、ここから組み立てていけるよねと言ったとこですね。まあ、相手のゴーレムもね結構珍しい、その最近いるようなデッキでもないので、まあ、だいぶレアではあるんですけど、さあゴリゴリいきます。多分オールブレイカーまでいくからもう攻めしか考えてないんで、ね、さあでもここは綺麗に守られはするが、いや相手のボンバー延命がうまいね。で、ここはさあちょうどいいところに進化バルキリーなんですよね。まあ施設がない分相手のジャイとか、まあ、こうエレジアイとかゴーレムとかを守れないんですけど、進化バルキリーでさえなんか一気に評価上がったっすわね、俺の中での進化バルキリー強くね。そのここも進化バレルね、あの左のタワーに飛ばしても結局何右側で無意味になっちゃうんで、まあ、キングに飛ばしちゃったっすね。まあ、どっちでもいいと思うんですけど、であと200でウォールブレーカーが入らない、怖いよね正直。もう行くしかない、でももう俺は最後呪文もないんでねマジ削れないんですけど、もう行くしかないよ。まあここは一回守ろうかなの判断ですね。
あ、ブラスターなんでね、一応溶かせるんでね。間のそのアイスイーズうまいな。まあでも、さ、進化バルキリーなんですよね、困った時には。こいつ優秀すぎますね。気づきました。で、ここはもう攻めまくって、さ、ウォールブレーカーが入って、はい、ナイスと言ったところで、まあこの枯渇デッキは進化バルキリーと進化バレルか。なので、もう結構ほんと1倍タイムで進化バレルを飛ばすのも結構重要かな。はい、もう攻めます、無限に攻めます。1倍タイムで進化バレル飛ばせると、まあ、結構ダメージ稼げるイメージがありますね。さあ、これ行かれたの痛いんですけど、もう無限に攻めます。端前バレル、端前ギャング、端前プリン、端前ウォールブレイカー、もうこれをするだけです。はい本当に、あ、本当にマジでそうなんですよ。8枚目にやるんじゃね、やんねえわ一回落ち着いてバルキリー合わせてたらここで。でもね、行くと思うんですよね。行かないのかな。あ、行きますね。基本的にマジ攻めまくる、攻め毒なんだね、これ。あれでマジペッカなんで今回。プリンセスも吹き矢もウォールブレイカーもバレルもきついんだよね。で、攻めて、さあ、相手のは簡単に回収しますよと。ダガーなんでね。さあ、こういうのも、まあ、ほどほどに守って、一旦ステイと。まあ、正直、この状況だけだと、なんか微妙なんですけど、なんかあんまダメージ稼げてなくねって。はい。本当に良くないですね。まあ、でも、バレル飛ばして、進化バレルを回したい。まあ、その1倍で決着つけるとね、思ってた方がいいですね。あ、行きますね。はい。あ、もうこれ。きついでしょって。アホ行きます。これが重要ですね。で、この流れてくるのはダガーでね、適当に回収できちゃうんで。1倍タイムドリームでございます。多分ここもね、めっちゃ行きます。なんならケツペッカー来るでしょうで、多分行くと思います。行かないかな。行かないよ。まあ、8枚ゴブリン。おー、めっちゃ行くね。もうめっちゃ行くんすよ。もうほんと、これでいいんすよ。相手に進化ザップを使わせてることにも価値あるんで、ね。で、あとは、低めにプリンと吹き矢を配置して、って感じかな。よいしょ。で、まあ、どっちか行かれたまま、どっちか残るよね、と。で、ウィザード警戒で低めにゴブリン出しするね。はい。で、あとまた攻めるんじゃない、適当に。マジでね、脳筋チンパンでございます。それが意外と強いです。はい、で、まあ、ここは冷静に守るかな。まあ、プリンと吹き矢を一緒に処理されないようにして、ここもね、ウィザードの竹をバルキリーと取って、横にギャングとかかな。はい、吸引力、吸引力、LSP で止めて、で、これが止まっちゃいますからね、結局。で、なんならプリンと吹き矢が残ってね、カウンターにもなるんで。もうこれだけで相手きついですから。さあ、もう諦めのね、足前工場ですね。というわけで、まあ、ペッカは、正直この試合しかやってないんですけど、まあ、基本的に相性がいいかなと思います。本当になんか1倍タイム攻めまくれば、相手ついてこれないですね。あとなんかこの、どう考えても、きつい。きついはずのマジアチョウォールブレーカーにも、意外と勝てます。足前ゴブリン。まあ、拾えないんですけど。あの、これあれだな。その、これちょっと見ない方がいいかもしんないな。不正疑惑が。結構ね、相手のプレイがね、いかれてたんだよ。まあでも積極的に攻めます。本当に1倍タイムはね。もうガンガンいきます。キング起動だけされると、このデッキは本当にまずいので、まあそれだけケアしながら多分戦ってるかな。やっぱ、端前プリン、端前ゴブリン、端前ウォールブレーカーとか、結局これ、2コスとかしか割いてないんですよ。2コス、3コスしか割いてないんで、そうなった時に、相手の方がなんかちょっとこう、ね、4コス割いたり、5コス割いたりとか、3コスとかって割いてくると、結構ね、このエリクさんのリードっていうのがね、あります。ちょっとしか攻めてないんでね、俺。ちょっと無限に攻めてるだけ。まあでもそれが多分うざいんですけどね。
こ多分行くんだよな、バレルオールウェイが行かないかな。トルネを持ってますよねっていうのも考えてさ、俺もなんか相手がね怪しいんですけど、まあ立ち割りとしてはこんな感じですね。うん、まあ、結構ラッキーの部分もあるっちゃあるか。まあマジアシドリルは正直こう勝てないと思ってていいな。これもねちょっとこうゴブリン出すだけで相手視点結構厄介なんだね。これもダメージもでかい。でもまあ攻めます。はい、もう最初の2分間はね一生攻めとけばいいんですよ。これも攻めます。でダガーなんで強できると。さあ逆サイもプレッシャーかけてね。いやー相手はマジで沼ですよとみたいな。はい、まあこの一生攻めてるからこそちょっと相手もねあたふたしちゃってる部分があるのかもしれないんですけど、まあ、攻めまくるの大事ですね。もう開幕始まいゴブリンか始まいギャングか始まいウォールブレイカーか始まいプリンか何でもいいんですけど、始まいバレル以外をやった方がいいね。トルネ持ってる可能性があるんで、キング起動だけでケアですね。でもトルネ裂いたらもう何でもいいんですよ。はい、バレルでもゴブリンでもウォールブレイカーでも始まいに流しておけば、はい、これでだって2枚最低ね咲かせられる。で咲かなかったらまあダメージが入りますよと。で多分また始まいからちょっかいかけるかな俺。どうなんだろう、ほんとなんか攻めることしか考えないそれが強いですね。でまあ相手がこの時点でスケラっていうのも分かったんで、まあ吹き矢は低めに出したいなの。スケラ用に一応ユニット出して上はバルキリーかな。でレスピで一応ケアしてみたいな、まあ、ウッドとかもないんでね、なんかもう本当にユニットで頑張るしかないんですけど、さあもう相手ここでね、あ君には勝てないよと分からせました。諦めましたね。なんで、まあ、これでグッドゲームですよっていう。こんなのが一番手でもついてこれないっすね。基本的に敵は。マジでついてこれない。一枚で勝負終わらせられなかったら自分の負けだと思うぐらいかな。で、これも納金はしまいプリンです。いやー、はしまいプリンこれ延命したかったな。できなかったっすね。マジアチドリルっすね。この試合マジグロかったな。いやーこれユニット何も出さないと思ってたんで吹き矢出したんですけど、まあ普通で考えてボムタワー置かれたら通んないし、マジアチも俺きついし、トレネで金起動もされるしウッドもあるしみたいな、うん、でまあほどほどに回転も早いしみたいな相手、まあ、マジきついきついです、はい、これ勝ったの奇跡だと思ってます。ボムもねいいね。端前ユニット俺出すだけなんでケアされてますね。まあここバレル飛ばしても禁忌されるしボムもあるって意味ないんで、後ろバルキリーから入ってますね。でこのボムを壊す吹き矢ですね。これ残ってると何もできないんで、でトルネ探したんでまあ両サイ何でもできるかなっていう流れか。さあマジで1枚ダイムに攻めまくることしか考えてないです。この攻めが正解なのかは分かんないんですけどね。うん。分かんないんですけど、まあいいんですよ。まあこれは許容か。いてんだ。いてんだ。まあでも、攻めます。守りに入った瞬間負けです。これは許容してますね。からの吹き矢を押すね。ちょっとこう。ずるい攻めをしようとしてるんですけど、 LSP で吹き矢をして加速させてね、吹き矢のダメージだけでも通したかったんですけど、まあ相手が若いよと。いやマジ本当にね、俺始まりにしかほぼユニット出してないんですよそれでいいんですよね。おお落ち着いてますね。さあでここは後からゴブリンとかで守れるんで攻めてますね。まあ、片サイだけだとね、無限にマジアチは来ちゃうんでね。いや、これもね、気づいてはいるというか、その分かっているんですけど、まあ、どうにもできないっていう。これだけでも、ね、俺の2分半頑張ったダメージ、追いつけないんでね。さあ、まあ、こっからですよね。もうどうやって勝ったんだろうな。ああ、いや、いいじゃん、このトレンドうますぎん。
やばいよね。まあでもここから勝ちますんでね。まあ、ドリームバレル飛ばして、いやーこのバレルも、あ、一発入ってのはでかいな。じゃ暇すぎてね、まあ、後ろから出しとくの大事ね。これさあ、でバルキリー優秀。あとこれ進化バレルっすね、多分俺の勝てた理由。進化バレルで結構流れを変えてるというか、ダメージ刺さってんで、あとは高めバルキリーでマジアチャを止めて、低めゴブリン、低めギャングか。俺マジきついんだよな、このマジアチャ。泣きそうだもんな、これ俺。ふふふ。あはは、マジで痛いよーっつってるわ。いや、でも、攻めると思いますね、もう。攻めなきゃ勝てないんでね。いや、これもダメージ入らないんでね。左もちょっと受けてるんでね。ここちょっとでかかったか。さあ、残り137です。行くしかないよと。なので、ちょっとね、世界を変えよう。ホームランバレルしてます。これで相手に迷わして、ギャングの背中が入って、右も入って、さらに進化バレル。トルネがね、間に合わず。マジ、神大逆転っすわ。ホームランバレルでちょっとなんか、はい、事故らせましたよと。そしてスケラーンとかこれ結構ね、まあ神相性だったんで、まあ、余裕でしたね。でこのホグもね、めっちゃ惜しかったんですよね。てかなんならすげえリードしてたんですけど、まあヘタプして負けちゃったって感じですね。まあ、これいいな、矢の雨ボイドザップ。さあ、まあボイドでプリンか吹き矢、矢の雨でまあ何でも飛ばされて、まあギャングとかもねちょっとザップにやられちゃうんですけど、さあ、トリマ攻めます。まあ、山ごとこれ、トルネないっていうの知ってたんで、バレル飛ばしました。まあ、あと、ブラスタープラストレーナーデッキって少ないイメージがありますね。これ相手のね、プリンセスを処理しないのもね、偉すぎるんですね、これ。もう攻めのことだけ考えてるんですよ。まあ、ちょっと痛いんですけど、まあ、お互い様かなっていう感じではありますね。いや、これね、右側ね、行ったんですけど、ダックリで美味しく行かれたんでね、逆サイドも良かったかなっていう。でこのウォールブレイカーは、うー、ヘッポコでした。なんかブラスターにはね、もうゴブリンもギャングもバレルも刺さるんで、まあ、結構ほんと始まり生き得ではあるんですけど、あんま行きすぎるとね、今みたいなたまにあれっつってやっちゃったか、違ったかってなるんで気をつけた方がいいんですけど。いやこれ相手ボイド持ってんの偉いな。ハシマイプリンに速攻ボイド打つ用のボイドだと思うんですよね。まあここエリアード取られてるんで、一回攻めずにね、一回この1570を守りたいっていう俺がいます。まあなんですけど、はい、ボイド打たれて、やらめ打たれて、あーあー守れねえやつってギャングにザップ打たれて、ああグッドゲームです。これはしないとな。いやーな、雨ボイドザップか。まあでもここで相手が呪文をさ3つ咲いたことは分かるじゃないですか、雨ボイドザップなんで。ここでまあ気合のね倍返しだつっていきます。行くしかないんだよな、俺は。もう両サイね。そしたらなんか右も左もすんごい入っちゃってね、まさかの追いついちゃうね、あれと思いながら復活しましたね。一気にリードね。で俺はもう攻めるのが大事なんでね、さあ攻めまくって177と、まあここを耐えればっていう状況ではありますね。マジ形組まれてね、呪文打たれるだけ、まあダガガールなんでね、ジャイにちょっとね弱くなっちゃうんだよね後半。LSP で止めるが止めれない、マジやばいよね。大丈夫そう。マジ限界ではあるが、さあ耐えたことによってダガーなんでね、バレルもさせますよと。
いやよく耐えたな。まあ一本折られて結構絶望であったんですけどね。まあバルキリーウォールブレイカープラス進化バレルぶっ刺さってたっすね。あとは枯渇対決っすね。まあこれ枯渇対決なんですけど、相手バルキリーとウッドがあるんで、なんかあれっつってずっと分かんなかったんですよね。何これと思って、アウトロー枯渇なのにバルキリーっておるんやと思ってね。相手これも許容も美味しいしね。まあ一生攻めます、それは。はい攻めのことしか考えてないんでね。端前ウォールブレイカー、端前ゴブリン、端前ギャング。まあこれも端前プリンでもいいんですけど、まあこのアウトローを回収したかったなっていう。まあバレル飛ばしとくですよね。ウッド裂いてるんでね。まあこういうプリンを延命するかどうかは、まあ余裕バレブしてもいいと思うんですよね。うん。さあでウォールブレイカーで攻めますよと。プリンセスタワーなんでね、ウォールブレイカーは投げ毒っすね。単品で投げてもいいし、バルキリーの後ろにつけてもいい。で、ここ多分行かないのかな？行かないか。あ、行きましたね。まあ、この吹き矢のダメージ入るだけでかいんでね、また端前プリンやるかな、俺。一回やんないか。エリクサーちょっと使いすぎたなの、反省の10コスまで待ってますね。で、このダガーのいいところですね。この、もう相手のバレルとか、まあ特にバレルか。まだディガーとかはね、結構楽に守れるんで。枯渇に対してはまあちょっと優秀であるっすね。これもなんか、ヘボい攻めしてるっすよね、俺。え、バレクリーっつって、配信中絶対言ってたんですけど、冷静にもう少し前にバルキリーと対戦してたんだよね。その延命のね、シーンあったんだよな。まあでもこれだけで強いよな。いやー。そう、1倍タイムの進化バレルがね、本気で強い。ついてこれないんですよね。ワンチャン？惜しいね。さあ、でも攻めて。で、これもうゴブリンだけで守れるんでね。これだけで強いんだよな。これダガーのいいところっすね。で、このプリンも一発入るしね。まあ、ここちょっと怖いよな。でも冷静な俺もいました。しっかりね、許容して、右は吹き矢がいるんで、左だけ守って、さあこの吹き矢もちょっと延命したいみたいなね。まあ本命は左ですけど、右にコストを咲かせたいね。いやマジ結構ね、本当に、9割ぐらい攻めてんすよね。守りはなんか、吹き矢プリンとダガーに全部任して、めちゃくちゃおもろい枯渇をね、見つけたっすね。いや、相手のこの高めきはうまいね。まあでも、このゴブリンとギャングルの両方入ってんのもなんか、レアではあるっすけどね。いや、もうこの進化バレル守れないよ、これ。ね、ウォールブレーカーも追加して。さあ、バルキリーが入ってく。いや、マジ、進化バレル超強え。進化バルキリーも強いんですけど、まあ、ゴブリンとギャングで陸受けも豊富だし、なんかやってて本当に1倍タイムに事故らせられるんで、何にでも勝てる可能性があります。まあ高回転施設ウッドとか、まあどう考えてもきついマッチはあるんですけど、本当1倍タイムの事故、うん、よくあるんで、すべてのデッキにね、勝てる可能性がある枯渇、だいぶ気に入ってるっすね、これ。まあ、ここは、相手がラバなんで、もうファイズアップって分かったんでね、それを意識して、まあ、縦プラスバレル、もう強いかな。っていうので、さ、いくっすね。いや、これだけでね、本当に折れていいぐらいなんですけど、まあ、相手のバーバリアンがうまかったな。いや、1枚タイムね、これ守られるとマジできついんでね。だってこれ、もう施設、もう呪文もないんで、ラバル組まれただけで、言っちゃえばグッドゲームなんで、それまでに、
削るしかないんですよ。はい、行きますねと。ザップで守られんのもなんか嬉しくないしな。いやー、いい攻め、いい攻めだけど相手もいい防衛、かつファイボ早すぎ、これやばいよ。いやでもこれ相手エリクサないの分かってたんで両サイ行って、たまたま相手のね墓石がラッキーだったなこれ。いやー、右も左も、まあ、進化ザップを使わしたことに価値があります。はい、絶対攻めで使いたいんでね。進化バレルとかを間違って防衛で使ってるようなもんですよ。進化ドリルとか絶対攻めで使いたいんですよ、進化カードってね。まあ、でもそれをさせたら負けちゃうんでね、もうさせないように、させないように。でこれバーバレンで守ってくると思ったんで、しっかりね裏に飛ばしたんですけど、相手もこれ偉かったっすね。いやこれ形組まれたらマジ負けるよなと思ってて、バルーン来てはマジ絶望やんと思ったら救世主いました。進化バルキリーのトルネ、これやばいんだな。このトルネのおかげでさ耐えたわけですよ、一発にね。でも本当に今バルキリーえぐいんだよな、そう思うと。でもここは一旦時間稼ぎで耐えて、一本折れば勝ちなんで俺。相手もね、もう折れば勝ちやろうって攻めてきてるんですけど、マジで怖い。やめて、やめて、ういさ、まさかの同時落としね。行くしかないよねの、守ってる場合じゃないんでね、行くしかないよねの。さあ相手はもうここで諦めましたね、シーバファイボー。まさかの同時落としなんだよね。怖すぎる。いやー、まあ、マジできついんでね、本当に攻め攻撃こそ最大の防御みたいな、そんな感じのやつです。はい、このデッキはね。でこれも今回この相手が、まあ、バルーンっていうのは、まあ、知ってたんで、まあ、この時点でああファルチェバルーンねって分かっての立ち回りですね。まああのキング起動だけされたら本当終わっちゃうんで、されないようにっていう感じかな。俺端前プリン行っても端前吹き矢行ってもなんかあんま意味ないなっていうのは、多分後ろから行くか俺。あれっすね、そうバルーンに対してさっきラバルにその進化バルキリーの防衛が強いことが分かったんで、積極的にここバルキリー出したっすね。進化バルキリーでバルーンを守ろうっていう考えですね。であとはまあプレッシャー与えたい吹き矢でねちょっかいかけていきます。でもこの時点で結構エリアードがやばいんですよね。俺が毎回2コスか3コスの攻めをしてるのに対して相手は4コスとか5コスとかを割かないといけないんで、もうこの時点でね相手苦しい。さあからのさあ神ゴブリンです。相手のエリクサがないよねの、これがまあクラロワでねよく言うエリクサーハークっていうやつですね。まあ、ちなみにその時の俺は把握してなかったんですけど、えっつって相手落ちたかっつって言ってたら、あのコストなかっただけっていう。はい、まあ、これエリハークですね。はい、もうこのダメージでかすぎてね幸せでしたね。でここでも進化バルキリーあるんで、なんか相手のバルーンはちょっとトルネで守れそうだなっていうので攻めますね。まあ左は守られるんですけどさ、右が折れる。まあこっからでも怖いよね正直。バルキリーディガーバルーンでザップとか打たれたりするだけでさ、一本折られちゃうとね、そっから俺ファルチェとかがマジで怖いんだよね。まあなんか微妙な攻めしちゃってね。さあ絶望があるんですが、こっからでも耐えれんのがこのデッキなんですよね。まあディガーを即溶かすのが重要、かつバルキリーのねさあ吸引力でバルーンを2回吸ってんすよ。いやこれでかすぎるよな。さあトルネ来るが一発だけで抑えれますよと、止まりませんよ。いやーこれマジ気持ちよすぎたな。なんか本当にさっきのラボもだし、このバルーンもだし、進化バルキリーのおかげで勝ててるシーンがねよくあるんですよ本当に。進化バルキリー、さては、めちゃんこ強いかもしんないですね。まあ、っていうので、
まあ世界2位に到達したよっていう感じですね。でも本当になんか1枚タイムに攻めまくって攻めまくって攻めまくってるだけで、なんか気づいたら相手が苦しいみたいな結構なってたんで、ちょっと皆さんもね、ちょっと1枚タイムに無限に攻めるを意識して、この枯渇ね、ぜひ使ってみてください。というわけでチャンネル登録、高評価もお願いします。では、おしさまだね。